女神。手裏剣でも屋内でもいい、飛び道具で援護してくれ。打ち払め、何のつもりだ。宿儺彦、変化の術か、小賢しい魔霊を。何でも縮小できる能力、生物以外に限る。万が一お前の意識が桃式に乗っ取られたとしても、その時は俺がお前を全力で止める。ナルトにはできんだろうからな、殺すことになっても。大事なもんだ、生きて必ず返せ。ボルト！ボルトのチャクラを追うぞ。このガキ、どこだここは。カーマ、どこまで力を使える。ボルト、無事か。バカ野郎、無茶しやがって。これなら里にも被害を出さず、あとは倒すだけだぜ。下等種どもめ、すぐに後悔させてやる。ボルト、一体ここはどこだ。さあ、わかんねえ。それまで何としても奴をここから逃がすな。後先考えねえ性格は俺譲りか。奴の寿命はせいぜい2日。桃式の器、渦巻きボルト。ナルト、上だ。どれほどの力を秘めている、見せてみろ。ボルト邪魔だ。渦巻きボルト、まさかお前ごときに妨害されるとはな。まずは邪魔の入らないこの場所でお前たちを始末し。そう簡単にはいかねえってばよ。空っぽだ。だからこそお前にカーマを与えた。心に穴が開いている。俺はお前が眠っている間に意識が復活し木の葉に現れた。どうやらボルトが意識を時空間忍術で引きずり込んだらしい。奴を倒すべく火影殿たちが今上で戦っている。追うんだよ俺のカーマで。消えてる。落ち着いてよく見ろ。意識が転生するためのものだった。だが転生は次元のカーマによってなされた。お前はもう奴の器なんかじゃねえ。もう一度この俺にカーマを刻むため。相手はあの次元以上の怪物なんだろ。もってあと一日か二日。何が自由の身だ。くおやられただけだ。それより気をつけろ。ナルト、待ってくれ。今岩どけるから。無事か。貴様ならそう動くと思った。あと2日もしのげるものでしょうか。勝ち目がないわけじゃない。そこを動くなよ、ウチハサスケ。貴様、なんで止めた。お前、俺を殺せねえんだろ。その計画に俺のことを利用するつもりなんだ。どういうことだボルト。俺に死なれちゃ困るんだってばさ。食わせるんだよ、十尾に。
生きたままの大筒つきをな。動くんじゃねえ。指一本でも動かしてみろ。どうしのつもりか。やばっ。それまでできるだけじゃ。サスケさん。自分の命を犠牲にしてまで身を得ようとするなんて。奴らにはカーマがある。生贄役の大筒つきが後で復活できるよう自分の器を用意しておくための仕組み。真珠を生やすには一色自身が十尾の餌になるしかなくなったってことか。本来はそういう計画だったんだろう。しかし実際はかぐやの裏切りによって頓挫する。一色は自分の身代わりに。その点は認めよう。お前を殺すつもりはない。だが何のためらいもないんだ。もともと一色自身が生贄となる予定だった。だがボルト君が現れたことで彼を生贄にするという新たな選択肢が生まれた。ボルトを十尾の餌にしようってのか。そうだ。死期の迫った不健康な大筒つきよりも。どうするつもりなんだボルトのやつ。さあな。七代目たちがやられちまったらてめえもおしまいだってのに。汗はかきにくい体質でね。なんだとこら。落ち着け。クソガキめ、何イラついてやがる。お前があれほど忌み嫌っていたカーマは消えた。肝心なのはその選択がどんな結果を招こうとも。ここでおとなしく待つことがカワキ君にとっての最善なんじゃないでしょうか。ひどいありさまだな、ナルト。俺はおかげだ。里やみんなを守るためなら。ナルト、お前本当に死ぬ気だな。だったら一つだけ手がないこともない。本当に最後の最後、正真正銘の奥の手だ。本当か？それ早く言えよ。そんな言い手があんなら。死んじまうんだよ。クラマ、頼む。父ちゃん、その格好は。あいつは俺が倒す。まだそんな奥の手を隠してやがったとはな。無駄な動きはできるだけ控えろ。余計な邪念も取っ払うことだ。それがこのバリオンモードで。信じられん、やつと互角。なめるな、加藤氏ら。高速の杭を。シャリンガンでも捉えるのがやっとの速さだぞ。いつの間に、いつの間にあれほどの力を。本気の覚悟ってば見せてやる。その義手、チャクラで動くタイプか。おかげさまはカワキ君のためにチャクラの一部を分け与えて、義手がいつでも動くようにしてくれているんです。七代目のチャクラが弱まってる。
まさに命を削る捨て身の大博打だったわけか。お前の賭けは失敗だったようだな、渦巻きナルト。貴様、何をしやがった。どっちが先にくたばるか。わしらの命を削って生まれるこの力は同様に削り取る。まだ20時間以上残っていたはずだ。30分を切っている。こいつの攻撃、これを食らうことそのものがまずい。カートをしろ。くそ、ナルトは無事なのか。俺に分かるわけねえだろ。やはり最後に勝つのはこの大つつき一式だ。カキ、カキ、あの無様な右手は火影、お前のチャクラで動いていたわけか。なんだ、何が起きた。もはや打つ手はない。終わりだ、完全に。こいつが大つつき一式か。わき、せいせいするぜ。てめえの命が尽きる瞬間に立ち会えるなんてな。現時点で余命5分ってところか。お前の体を我が器としてな。行け、カーキ。やさましいぞ。逃げろ、カーキ。逃げられるわけがないだろう。カワキ、どこでもいい、隠れろ。距離を取れ、カワキ。こいつがくたばるまで。カワキ、絶対に逃がさんぞ。お前がそのつもりならこうするまでだ。聞いてるか、カワキ。20秒以内に出てこい。さもなく蹴り破って殺す。始めるぞ。20 19。またか。10秒以内に出てこい。10 6 5。17 0。わからないか、こんなことにはならなかった。16。お前には何もない。その穴からこぼれ出るだけだ。いいんだ、カワキ、そのままじっとしてろ。昔の俺を見てるみてえだよ。この人みたいに。にぃ、カワキ、今日からお前は俺の弟子だ。